オッケーぞ。配信できとるんかな、どうや。うわ、ちょっと画質が今日は、まあ、俺のパソコンのあの、なんだっけ、サーフェスラップトップ2のあれですんで、カメラ、内蔵カメラですね。そんなにね、あの配信のあれは良くないと思いますけど。あ、でもいけてそうっすね。大丈夫かな。なんでこんな浅めになってんの？なんで？オッケー。あ、オッケー、大丈夫っすね。はい、やってます。大丈夫そうです。はい、お疲れ様です。ケント石井です。ちょっと今日は、まあ、画質、まあ、いつもの画質、そして音質、いつもの iPhone ではないんで、iPhone 11ではないんでね。まあ、ちょっと若干あんまりよろしくないと思いますが、まあ、そこはもう仕方ないと思ってください。なんせ、タイなもんで、タイの今、私はコーンケーンという街にいます。コーンケーン知らないでしょ、みんな。誰も知らんだろうな。なかなか来んからな、こんなところなんでな。そう。昨日、まあ、今朝まではうどんターニーって言って、ちょっとあの、ラオス、前、5日前に俺ラオスにいたんだけど、ラオスっていう国があって、そこからこう、国境をね、今バスで越えれるわけよ。日本にいたら信じられん、と思うけど。で、バスで国境を越えて、で、今、その国境の町の、まあ、うどんターニーっていう、そう、町に着きました。かしね。科学すごい、うん。はい、という町にいます。が、今日は、コーンケーンという町に移動して、で、明日ちょっとね、明日はまあフリーなんですけど、明日まあ新潟の動画作って、ほんで、明後日また移動して、次はナコーンラージャシーマーっていうところに行くんですけど、そこでまあ、タイ代表の試合と日本代表の試合見て、次はちょっとベトナムに行こうかなと思ってます。はい。で、甲府の試合を見に行くことに決めました。甲府見に行くわ。ACL。まあ、チケットまだ取ってねえから、まずチケット取るやな。チケット取れたら、そっからこう飛行機、ホテル確保って感じやな。まあ、まだまだちょっとやることが多いんですけど。まあ、でも ACL、まあ、まず最優先やな。まあ、でも基本的に今度ベトナムに何日いるかがちょっとわからんからな。なんとも言えんのやけども。まあ、そんな感じですよ。はい。はい、という感じですわ。まあ、そんな感じでのんびりとやっております。お疲れ様、皆様。ボールボーイ先輩さん、正座待機、お疲れ様です。友直さん待ってました。伊藤翔太さん、こんばんは、お疲れ様です。対応なるっけ。まあ、今日アルビ会やけど、あれですね、遺跡ですね。遺跡の話を今日はメインでしていこうと思います。まあ、大変お待たせしました。今日は、アルベックス新潟の2024シーズン新加入選手特集をやっていきたいと思います。素晴らしい、ようやくだよ。めちゃくちゃもうね、旅行楽しすぎて全然やってなかったんですけど、仕事は。いや、もう最近全然やばい、収益が少なすぎてやばい、きついわ。やっぱこのシーズンはな、オフシーズンはちょっとネタが結構きついからな。遺跡のネタが、まあこのシーズン、もうこの時期になってくると遺跡のネタも結構尽きてくるからな。あんまり、こう、まあでもそのタイミングでなんかちょっと新しい、みんなが面白いネタをやらないといけないんですけど、まあ俺のチャンネルはあんまり日本代表の動画とかヨーロッパの動画伸びないからな。そう。ね。まあ日本代表はね、多分ライバルが多すぎるんでしょうね。それもあると思います。けど。まあ、そんな感じですわ。はい。っていう感じです。まあ、アルビレックス新潟の動画ですね。日本に帰る予定は全然あります。日本に帰るのは、一応、韓国で、ウルさんと、甲府の ACL 見てから、一回日本帰ろうかなと思ってて、実は、ティエラちゃんね、亡くなったんです。うちの愛犬の、そう、トイプードルのね。まあ、おばあちゃんだったんでね、もうほんと天寿全うしたわけ。18歳とか17歳とかやから。犬で考えたらもうやばいよ、マジで。めちゃくちゃご高齢ですよ。そう、ティアラちゃんにちょっと、この間葬式あってさ、まあ俺は、まあもちろんこっちにいるんでいけなかったんですけど、まあちょっとお骨が出たということなんで、お骨にちょっと手合わせていこうかなっていうのと、ちょっとまあ、ね、あれですよ、なんだっけ、いろいろやりたいこともね、日本でね、まあやらないといけないこともあるんですけどね、確定申告もやんなきゃいけないしな。確定申告できるように一応ね、データとかさ、全部持ってきたんやけどね、マイナンバーカードとか、
そのなんかマイナンバーカードとさ、なんかその繋ぐやつあるじゃん、あれも持ってきたんやけど、まあなんか、なんか持ってきた意味なかったですねまだ結局帰るから。そう、まあ一応帰りますよ。でも多分1ヶ月も多分おらんとまたすぐ出てくと思いますけどね。1ヶ月いて、いや行ってもまあ多分3週間くらいだと思う。で、花粉がやばくなってくるタイミングでまた出ていくんで、で、夏になったらまた戻ってくるって感じかな。まあ夏、秋ぐらいは多分日本にまたおるんやろうなと思うけど、まあ一回帰ってからはまだ全くノープランやから、まあまた次、マレーシアとかまだ行ってないから、マレーシア今寒気なんで、マレーシア行って次は、っていう感じですかね。まあマレーシアは行ってみたい。あとブルネイっていう国もあって、知ってます？フィリピンの中にある国なんやけどさ。マレーシアとフィリピン、ブルネイを行ってみて、インドネシアはね、すぐ近くに近いんですけど、インドネシアはね、なんだよ、ビザが必要なんですよね、結局。ビザ取るのめんどくせえから、だからその同じ理由でカンボジアも行ってねえから、から基本的にビザがいらん国をこうプラプラ回るっていう感じ。ビザ取るのめんどくさいんだもんな、っていう感じかな。まあ金もかかるしな。まあ多少ですけど、3000円とか5000、4000円くらいですけど。まあでもビザ取るのそこまでして国行きたいかって言われたらそんなに、カンボジアそこまでして行きたいかって言われたらとかそんなに行きたいとも思わんし、みたいな感じなんで。はい。まあ全然行けるっちゃ行こうと思えば行けんすけどね、陸路で。バスとか電車乗り継ぎで全然行こうと思えば行けんだけど、あんまり魅力を感じんかったんでカンボジアには今回。まあちょっとカンボジアがちょっとまたビザの規定を変えたら行ってやろうかなと思ってますけどね。はい、インドネシアも。インドネシアはまあ行きたいけどね、普通に。でもまあマレーシア行って、まあ、マレーシアからブルネイのこの、直通の飛行機があるらしいので、それをまあ、ついでに見て、で、まあ、どうしようかね、次はね。まあでも、花粉の時期さえ、乗り越えられれば俺それでいいんで。まあ、東ヨーロッパとかも行ってみたいよね、本当はね。アゼルバイジャンとかあの辺。そう。わかんねえか。ブルガリアとかさ、ハンガリーとかあの辺もちょっと行ってみたいんやけど。そうそう、ウズベキスタンとかさ、あの辺すげえ物価安いらしいんで、ね、結構もう穴場みたいな感じらしいから。そう、行ってみたいなと思ってるんですけど、まあ、とりあえずビザとのこうにらめっこですね。ビザがない、ビザが、日本人がビザなしで行ける国に行くって感じだね。はい。以上。痩せた！それな！いや、マジ痩せたよ。多分、贅肉が落ちたのもまあ、あると思うんやけど、なんかね、一回ね、あれだったんですよね。水かなんか食い物に当たったんよね。そう。多分、ラオス最終日の、マジの最後のアイスコーヒーやと思うんやけど、マジであれさえ買わなければ、俺はもっと健康的に一日を耐え過ごしたんだけど、あれを買っちゃったが最後ですね。多分あのアイスコーヒーだったと思うの。ラオスのビエンチャンから最後このタイに行くって時に、あ、バス乗る前に一回コーヒー飲もうと思って買ったコーヒーが多分あれがさ、もう、運の付き合ってんで、あれでも当たってさ、下痢がすごくて、めちゃくちゃ下痢して、全然、もう、動くのもだるくない。熱も出たし、多分38度超えてたと思う。んで、なんか腹痛いとかじゃないけど、腹がすげえ重いし、で、もうやばいから、もうムカつきがすごいんで、喉に手突っ込んで、ギャー吐いたら、もう、さーって出てきましたけど。やばかった、マジで。でも、まあ、一晩で治ったけどね。で、スイカ食って、マーケットで買ったスイカ食って、んで、ちょっと薬飲んだら、結構まっすぐ治ったけど。まあ、でもしんどかったね、あれは。もうきつかったな、あれ。やっぱ当たるってのはダメだわ。本当に。やばい。そう。っていう感じなんで、まぁ、あ、一回帰ります。まぁ、あ、結局韓国まで行くからね、もうすぐ隣日本やってなるし。そう。ね、ティアラちゃんも亡くなったしね。あと、小揚げちゃんにも会いたいしな。小揚げちゃんな、なでなでしたいわ。小揚げちゃんもね、あいつも持病持ちなんだよね。あいつも心臓に病気持ってるんで、まあ、最近ちょっと癌がね、あるらしいんだけど、でもそれがだいぶなくなってきたっぽいんで、薬で。だいぶ最近はいいらしいんやけど、まあ、でもいつな、ね、いつなる、なくなるかなんてわかんないからね。ごはぎちゃんも言うてもう、ティアラちゃんの2歳下ぐらいやからさ、もういつ死んでもおかしくないからさ。そう、あと東ヨーロッパ行くための装備もないし、あと結構東南アジア飽きてきたってのも結構大きいかな。普通に飽きてます。まあ、まだ2カ国しか行ってないけど、今回の旅。タイとラオスしかまだ行ってないけど、別にカンボジアも結局一緒でしょって感じだし、ベトナムは行くけど、ベトナム行ったことあるからな。別に前は、でもホーチミンは行ったことないんだよな。ハノイとホイアン、ダナンは行ったことあるんで、
けど、まあ、ホーチミン行ったことないから、ホーチミン行って。で、ちょっと島がね、あるらしいのよ。ホーチミン今、くっそ暑いらしくて、35度ぐらいあるらしい。で、めちゃくちゃ天気いいらしくて。そう。だから、ホーチミンのちょっとこの、ビーチで、こう、遊んで、っていう感じかね。あと、まあ、普通にセフレにも会いたい。セフレとセックスしたい。マジで、やばい。ほんと溜まってる。あとはゼロックススーパーカップも見たいから、まあ、とりあえず一回日本帰って、ゼロックススーパーカップこっちで見れるか分からんから全然。なんか全然見れる気せんやん。そう。分からんから、まあ、とりあえず帰って、うん。やることも結構多いんだよね。もうとにかくセックスしたいっす。はい。欲求不満がやばいっすね。はい。もう全然やってねえもんな。ほんで、はい。まあ、そんな話をどうでもいいとして。この配信は18禁なんで、誰も、もう責任は取りませんのでよろしくお願いします。まあ、俺の配信を子供が見て子供が悪影響を受けてもそれは知らん。先に言っとくべきだったか。すいません。まあでも楽しいけどね。東南アジア楽しいんだけどちょっと飽きちゃったね。はい。まあマレーシアは行ってみたいけどね。あ、お疲れみんな。チョリース。甲府は携帯で見ます。いやもう本当に甲府頑張ってほしいよな。そう、匠の神湯に絶対届いてるはずなんだ。俺の弟が買ってくれたやつ。あれ、マジ着たいよね。あれ持ってきたいんだよな、海外に。え、これ何って言われて。だから、これでさ、海外でちょっとこう、ネタになりたいわ。さ、下痢とかでめっちゃ痩せたと思う。食あたりでめっちゃ痩せたと思う、俺。北朝鮮まで行って大学生参戦。絶対嫌です。何も魅力を感じません。北朝鮮っていうのは。何が楽しくて行くんやろな。やばいな。いや、氷ではないと思うけどな。多分水だと思うんだよな。なんか、ちょっとおっしゃってたのが、なんかその氷を、なんかこう、おがくずとかついてると結局現地の水で洗うらしいんだよね。で、その水を洗ったままその氷使ってアイスコーヒーにぶち込むらしいから、多分それじゃないかな、みたいな話ですね。まあ、わかんないけどね。実際何なのかは全然わかんないからね。うん、まあそれはだけどワイプの点灯する吉明そう俺この写真マジ好き。ついさっきケンタさんの吉明についてのツイート見たけど、長倉や長谷川元樹吉明よりもフォワード寄りのテペだと思うのでタイプは変わらないと思うんだけどな。まあただね、今回の補強側でやっぱね、高木吉明の今後のことをいろいろ考えさせられるなと思ったわけよ。そう、そこに関してもちょっと話します。はい、じゃあやっていきましょう、ぼちぼち。まあ、そんなにね、今こっちも時間もあるわけじゃない。そっちもちょっと時間遅いだろうから、まあ、テンポよく、やっていこうかなと、はい、思いますね。はい、じゃあですね、今回は、アルベックス新潟の特集ということで、新加入選手の特集ですね。はい、じゃあまずはですね、まあ、いなくなった選手の、まあ、まとめというか、をやっていこうかなと思うのよ。ちょっと一回画像を、今回はね、OBS を使っていますので、画像をちょくちょくね、入れ替えながら、どんどんやっていこうかなと思います。画像が入れ替わりますので、ちょくちょく見てください。ちょっと待ってな。まあ、これはね、一応、なんだっけな、サッカーキングか、だかな、サッカーキングさんかなんかからお借りしたやつなんで、もしかしたら抜けてるとこあるかもしれないんで、そこをまたちょっと、あ、この人抜けてますみたいなのあったら言ってください。はい、じゃあまず抜けてる選手を確認しましょう。まあ、結局入ってきた選手がいるってことは抜けた選手もいるわけなので。はい。まず、瀬口選手、この間現役引退発表されましたね。お疲れ様でした。本当に。まあ、僕は全然プレー見たことないんやけど。まあ、天皇杯で一回見たな。天皇杯富山でやった時見たわ。はい。なんかすげえ歓声上がってたもんね。瀬口さん出てきた時。めちゃくちゃアルビスタポから歓声上がっとってから、あ、愛されてんだろうな、みたいな感じでしたね。まあ、全然俺はプレー知らねえんだけど。で、あと、田上くんがファジアーノ岡山へ移籍と。まあ、契約満了になるフリー移籍ですね。で、グスタボ・ネスカーもフリーになりました。契約満了。で、あとは、大竹雄心くんは、その、U18 の子なんですが、一応今回サムネにもつけたんだけど、なんか、調べたら、あれですね、YSCC 横浜に期限付きということで、トップチーム昇格なんですけど、トップチームでやるわけではなくて、今年は YSCC 横浜に期限付き移籍らしいですね。だから、この武者修行っていう感じなんでしょうね。J3。はい。で、あとは、コウ。はい。コウが、FC 東京に完全移籍ということでね。はい。あとは、藤田和樹選手、ゴールキーパーですね。ジェフ千葉に期限付き。ミトちゃんは、スパルタ・ロッテルダムに完全移籍。オランダへの海外移籍となりました。で、島袋和義は、藤枝・マイ FC に期限付き移籍。
で吉田甚平は蒲田生まれ讃岐に起源移籍。吉田甚平もやっぱね、あれ若い子なんで、武者修行なんですよね。で、渡辺大樹は横浜 F ・マリノスに完全移籍。でも、結局この完全移籍が、3、2、3、3つか。こう、水戸、渡辺大樹。ここ3つ、この3人はね、やっぱりこの、まあ、言うたら格上の選手っていうか、金持ってるクラブに売ったっていう結果になるんで、まあ、もちろんここで移籍が発生してるかどうかはまた別の話なんですが、まあ、でも、やっぱり、こういったムーブはね、マジ大事でしょうね。はい。まあ、やっぱこの中で痛いのはそうだな。まあ、やっぱこうかな。一番やっぱ痛いのはこうかなと思うけどな。こうがやってた役割はやっぱ、本当にやっぱ、でかかったしね。いろんな意味で、戦術的な意味でも。あとはやっぱメンタル的な意味ではね、リーダーシップある選手だったので、そこがいなくなってしまうっていうのは、やはり、まあ、決して、軽いものではないですからね。まあ、そこがちょっと痛いかなという感じでしょうか。はい。あとはまあ、待機に関しては、まあ、センターバックはアルビは結構十分人がいると俺は思っているので、信頼できる選手が。まあ、もちろん痛いけど、移籍金ちゃんと残してくれたので、ありがたいかなとは思いますけどね。はい。っていう感じですかね。まあでもなんか本当に皆さん、すごく、まあ感謝をこう伝えたいなっていう感じですかね。はい。という感じで、次はですね、じゃあこれから入ってきた選手、ここからが本番というか、お待たせしましたという感じですね。入ってきた選手の話をしていこう。入ってきた選手はこんだけなりましたと。はい。画像変わってます？大丈夫？いけそう？もし画像変わってないとかって言って。変わってるよな。はい。大丈夫やね。はい。じゃあ、これが、新加入の選手になりました。新加入というか、まあ、期限付けで戻ってきた人も一人いますけどね。はい。じゃあ、どうしようかな。下から行くか。石山青空くん。が、U18 からの昇格ですね。はい、昇格。おめでとうございます。そして、森凛太くん。はい、青空凛太と来ました。なかなか、キラキラネームがちょっと続いていますけど。早稲田大学から加入ということですね。で、次、大竹雄心選手は、まあ、さっき言った選手か。はい、YSC 横浜に完全移籍。まあ、昇格したけどね。はい、で、奥村仁くん、が、関西屈指大学からの新加入となりましたと。感じですね。そして、こっからは、まあ、プロが5名入ってきたわけなんですが、やっぱでかい、びっくりしたのはやっぱ、小野だよね。サガン鳥栖からの完全移籍となりました、小野裕二選手。まあ、順位が近いライバルクラブからの、引き抜きという感じで、J2 の、ね、昇格組が引き抜いたという感じになりましたね。ちょっと、福岡文を感じますよね、この抜き方ね。アビスパ福岡ムーブを感じますよね。はい。そして、いわき FC から2人引き抜きました。遠藤亮。まあ、彼は期限付き移籍から復帰なんで、まあ、引き抜いたというのはちょっとまあ、言葉が違うかもしれないですけどね。で、そして宮本英寿。この選手がまたちょっとね、あれなんですよね。ちょっとまた後で話します。そして、レナファ山口からゴールキーパー、吉光選手、吉光大輔、を獲得と。まあ、吉光選手はあれですね、フリーだったんでね、契約満了になったから、まあ、フリーで獲得したって感じなんで、金はかかってないです。そして、サプライズ。ワンフォーレ甲府のエース、長谷川元希選手を獲得したという感じになりまして、プロはこんな感じでこう5名獲得したという感じになっております。じゃあ、まあ、この、それぞれの選手たち、どんな選手なのかっていうのを、まあ、一人ずつ、まあ、喋っていこうじゃない、あ、間違えた。俺じゃない。かと、はい、いう感じです。そしたら、じゃあ誰から行こうかな。ちょっと待ってな。やっぱ学生からやな。新卒2人から行くか。まずは、奥村仁選手という子が来ましたね。じゃあ今ちょっと画像を出しますんで、お待ちください。奥村、どこ、おだ。はい、奥村選手です。そう、OBS スタジオってのはこういうことができるんですよ。生配信でもこういう画像を入れながらこう、できるのはいいんだよね。これがいいんだよな。はい、奥村仁選手です。彼の特徴から今から話していきます。どんな選手なのかと。関西福祉大学からの新加入選手ですね。で、セレッソ大阪 U18 です。こんなん絶対うまいですからね。100%めちゃくちゃテクニカルな選手ですね。
はい、で同期に関してはセレッソの西尾、そしてゼルビアの藤尾翔太、山形の松本凪などがいるということで、結構な、ね、黄金世代で、結構彼らは全員セレッソ上がったんでしょう。で、そこからみたいな感じだから、結構こう、多分豊作の年だったんでしょうね。うん、で、168センチ、62キロなんで、結構小柄ですけど、で、右利きということで、で、テーマが彼あるということで、負けず嫌いがすごいみたいな話だし、うん、メンタル的なものがかなりあると。まあ、負けず嫌いなのは本当大事です。本当に燃え尽きてやめていく選手もたくさんいますので。はい。ほんでですね、で、関西福祉大学のサッカー部自体が結構歴史がそんなに長くなくて浅くて10年ぐらいらしいんですけど、まあ、とはいえ、なんかこう、関西一部リーグにいるらしいので、かなり強豪ですよね。うん、で、ちょっと映像がね、ちょっとね、なかなかね、なくて、で、PV しかなかった。なんかその、映像配信会社が出してるような PV しかなくて、なんか狭いスペースでもプレイできるアタッカーみたいな感じらしい。で、CODESTV さんが、いろいろ、もうすでに動画を出されてるんですけど、CODESTV さんはプレイ集見たらしいので、俺は見てないんだけど、CODES さんは多分、なんかさっき調べたら、なんかね、なんか非公開になってましたね。なんか、残念ながら。多分、CODES さんそれ見たんだろうなと思います。俺は見れなかったんで。だから、ちょっと CODES さんが言うことを、まあ、パクる形になりますけども、CODES さん、フューチャリングですけど、CODES さんが言うには、なんかこの芝山、セレッソ大阪の、まあ、元大宮のね、大宮の芝山とか、あと山見とかと結構似てるみたいな感じらしいですよ。うん、ガンバ大阪の山見とかと似てるらしいです。だからこのサイドアタッカーなんですかね、なんとなくイメージとしてはね。うん、まあ、荒削りな香川真司って言ってましたね。うん、だから、でもまあ中央なのか、まあ、だから結局その1.5列目とか2列目なんでしょうね。うん、トップ下サイドアタッカー、ウィングみたいな感じなんだよね。そこがどこでもできるみたいな感じの選手らしいので、まあ、期待ですね。うん、まあ、大学生だったら、まあ、そんなにこのフィジカル的な部分だったりとかは、あんまり大差ないと思うんで、あとはその意識、強度、頭の中、そこら辺だと思いますんで、そこがどこまでできるかっていう感じですね。はい、次は、早稲田大学からの新加入選手と、なりました、森リータ選手です。リータくんです。リータくんっていう名前はなかなかなキラキラですね。これは親若いんだろうな。はい、爽やかな映像出てきましたね。俺に比べてはるかに、俺が隣にいるからはるかに爽やかに見えて、すげえいいだろう。うん、お金欲しい。で、森リータくん。なかなか可愛い名前ですが、プレイスタイルがめちゃくちゃすごいと。うん、なんかすごい選手らしいよ。170センチ65キロのサイドバックの選手らしくて、で、右利きという話で、で、フロンターレのユースらしいですね。まあ、相当ですね、ここは。まあ、競争率高いからね、フロンターレのユースはね。うん、本当に。で、フロンターレ自体がやっぱね、選手層が厚いクラブではあるからね。うん、まあ、やっぱなかなか上がれないですよね。じゃあ、右サイドバックらしいんですけど、ただサイドバックって言われても、右サイドバックかって言われたら、なんかそうでもないらしいのよ。なんか、プレー集見たら、右も左もなんかできるみたいな感じらしくて、まあ、左の映像が多かったんですよね。なんかその、早稲田大学が出してるプレー集があったんですよ。まあ、もちろんあれ、ハイライトだから、結局、いいシーンしか切り抜いてないんで、まあ、もちろん、早稲田大学 VS みたいなところのハイライトもチクチク見たんですけど、やっぱ結局ハイライトなんでね、あんまりその、良くなかったシーン、良かったシーンしかないからね。極端なので、ハイライトは。だからあんまりわかんないんだけど、本当の価値っていうのはそういったところに出なかったりするんですけどね、サイドバックは。はい。でもなんかその辺はやっぱちょっと事情がわかんないんですよ。結局その左もやってたっていうのは、もともと左だったのか、もしくは右もできるけど、チーム事情で、例えば選手がいなくて、怪我とかで、左になってるのかわかんないんだけど、でもなんか左からのプレーのそのハイライトがめっちゃ多くて、そうそうそう。で、公式記録で、そのなんかこう、いわゆる異名があるらしく、大学界最速の男らしいのよ。めちゃくちゃ足が速いらしい。本当に。あとフリーキックも蹴ってたね。めちゃくちゃね、なんかね、面白そうな選手ですよね。うん、で、見た感じですけど、プレー、かなり独特な蹴り方してましたね。なんかこの下からこうすくい上げるような蹴り方してて、あんまり見たことないような、蹴り方だった。でもそれがすごく精度が高い。非常に。うん、フリーキックも蹴ってたしね。コーナー、セットプレー。あとはちょっと、早稲田がどんなサッカーしてるかだよね。やっぱ、新潟のサイドバックはね、ちょっとね、状況が変わるからね、ちょっと求められるタスクが多いからね。やっぱ特にプレス体制ですよね。プレッシャーかけられた時にどこまで落ち着いて繋ぐことができるか、パスコースを見つけることができるかっていうのはすごく大事。
ですからやっぱサイドバックに追い込まれた後いかに逃げるかっていうのが結構新潟のテーマだからね。その逃げれないと捕まるとあのハイプレー、ね、プレーあのカウンター食らうし、逃げることが前提で結構みんなあの広がってるってとこもあるんで、そこをちょっと分かんなかったんでね。あとは守備面ですかね。そこがちょっとどうなるかっていうのは結構気になるところではありますかね。はい。まあ、でもまあ多分試合に絡んでくる選手だと思うけどな。なんか、すごく面白そうな選手だった。はい。あとは U18 からの昇格が、まあ、2名。大竹雄心君に関してはちょっと今回は、まあ、YCC 横浜で出ることを期待して、まあ、今回話しませんけども、石山青空君に関して話しましょうか。はい。青空っていうか、これ空かと思ったけど、青い空って書いて空かと思ったけど、青空っていう、そのまんま読むらしいね。チャラくね。で、まあ可愛いけどな、可愛い名前だけど、なんか青空か。なんかすごい、まあ、まあいいけどね、別に名前にケチつけるわけじゃないけど。で、まあやっぱ地元出身なんで、新潟県の燕市っていうところらしいね。燕三条のあの辺系わかんないけど。はい。ほんで、170センチ。U16 とかの日本代表歴もあるということで、代表の候補歴もあるみたいな。とでね、彼のプレー集俺見たんですけど、すごかった。なんか逸材だったね。めちゃくちゃ期待してる俺はマジで。面白い選手だったね。なんかね、大島亮太みたいでした。大島亮太って結構唯一無二な存在だ。でもなんかすごい俺近しいものを感じましたね。だからその視野がすげえ広い。見てるし、あの、キャンセル。うん。あの、パス出そうと思ったけど、やっぱやめますみたいな。そのキャンセルがめちゃくちゃ早いし、正確でしたね。だから、プレーが読めないですね、全然。本当に。すごかったね。あとはそのプロの強度でどこまでできるかってところだと思うんだけど、でもルパンで1試合出てたってことだと思うし、あとその、あの、トップ下が今まで主戦場だったらしいんですけど、ボランチが最近増えてきたみたいな話あるんで、多分ボランチで考えてるんでしょうね。そう。本当にでも技術高かったね。やっぱその、であとかなり走れるらしい。うん。スタミナもあって、守備もできるみたいな。あとはもう絶対にこの守備強度の部分だろうね。だからその、そう。結局プロだとね、そこなんですよね。そのボランチはね、あの、上手いだけじゃダメだからね。上手くて、まあちょっとこう守備できるぐらいだと使われないんでね。特に J1 だとね、J2 だったらできるんですけど、J1 はちょっとレベルが違いますんで。まあ、みんな分かってると思うんだけど、まあ、高レベルでもやっぱ剥がされるときやっぱあるんで、特徴。あのクラスの選手たちが結構いるってことを考えると、やっぱいきなり高卒新人それできるかって言われたら、もうほんと松木玖生ぐらいじゃないと多分、なかなか、松木玖生だけだと思うよ。高卒新人でいきなり最初からできるやつなんで。だからそこだけだと思う、本当に。彼はそこの改善がやっぱできる。だからそこができたらめっちゃ面白いと思う。なんか大島亮太が見れると思うよ。本当に。はい。期待してます、マジで。大島亮太すごく好きなんで、俺も。あー、画像を変えるのを忘れていた。石山くん、こんな感じです。ちっちゃ。石山くん、こんな感じです。はい。はい、以上です。ごめんなさい。ちょっと画像を変えるの忘れてました。期待してますね。いや、めちゃくちゃマジで大島ロットだからね。はい、そしてじゃあ次、プロいきますか。プロの5名の話をしていきます。まず、いわき FC の話から、いわき FC から2名獲得というか、まあ、期限付きでの獲得も含めてと、なりましたけど、じゃあまず、遠藤選手からいきますか。遠藤選手は期限付き移籍からの復帰ですね。なので、まあ、もともと新潟が保有権を持っていた選手ではあるんですが、復帰したという感じとなっております。はい。で、この遠藤選手の特徴に関しては、一応センターバックということでね、で、いわきでは今シーズンもかなり試合で、36試合かなんか出てたはず、確か。で、復帰したわけなんですが、身長183センチでかなり、あの、でかいんですけど、で、いわきでのデータとか見てたんですけど、かなり空中戦強いですよね。なんか、俺もなんかね、一応金沢との2試合やっぱ見てるわけですから、あの、結構印象残ってるんだけど、あの、ね、やっぱね、プレーにこう波が結構あったですね。なんかその、もちろん、その、いい時はすげえいいんだろうなと思った。あの、ほんと弾き返すの、まあ、データ上もやっぱさ、あの、空中戦勝率は確か23位とかだったかな、リーグで。J2 全体ですよ。J2 全体で23位とかなんで。やっぱここら辺はこの魔改造されてんだろうなと。でも、いわきってそういうチームなんで、フィットネスに本当に注力したチームだから、あの、ものすごい哲学咲いてるチームなんで、まあ、そこがあると思うのと、あと、とはいえポジショニングですよね。やっぱたまにミスってるなっていう感じ。あの、受け渡しだったりとか、あとはこの間に入られるっていうのを、そこをこう、あまりこう、うまくカバーできない。あの、制限でも結構やられてましたね。まあ、
あの前半戦、あの後半戦はもうクソがクソだったんだけど、制限、前半戦はホームで制限が 3-0 で勝ったのよ、いわきに。その時の試合で彼出てたんだけど、とにかくこの、ディフェンセンターバックセンターバックの間に入られる選手をいかに捕まえるかっていうのをテーマと考えると、本当にここできてなかったですね。それがすごく、まあ、俺としては印象的で、まあ、結構ポジショニングにこう惑わされる。だからそこのこのコーチングっていうのは、まあ、もちろん彼だけの責任ではなくて、彼と彼の相棒のセンターバック、そしてゴールキーパー、ここのコーチングがすごく重要なんですが、まあ、そこがちょっとできてなかったのかなっていう印象ですかね。はい。まあ、そこの本当に懸念はありますが、まあ、でも後半戦、あと、いわきはね、後半戦と前半戦で全然サッカー違ったからね、前半戦は結構蹴ることが多かったのよ。なんだけど、監督後半変わって、で、監督変わって 4-1-4-1 使い始めて、で、そっからめちゃくちゃこう繋げるようになったんですね。そう。それの時に結構ビルドアップとかもやってて、で、その時、その、後半戦は制限はもう何もさせてくれなかったんで、かなり良かったんで、かなりいい配球もしたと思うから、そう。で、結構勝つようになったしね、後半戦はいわき。まあそこもちょっと見てあげるといいかな。まあさすがにこのマイケルとかの画像、デンとかもいるしな、なかなかセンターバック分厚いけど、まあ、あとはアピール次第かなと思いますね。どこまでこのプレス体制あるかっていうのはちょっと見物ですね。まあさすがにマイケルほどはないんで、プレス体制は。マイケルとデンほどはないから、そこがどこまで成長できるかってことだと思います。はい。っていう感じです。そして次、宮本がですね、これはね、面白いなと思った。面白い選手なんだな、宮本選手。なんか目の付けどころがちょっとなんか面白いよね、やっぱね。狙いがあるというか。彼はですね、大卒2年目の選手で、いろんなところができるらしい、ポジショニングとしては。一応ボランチ、が、主戦場らしいが、まあ、センターバックもやってたし、今シーズン。で、サイドバック、サイドハーフもちょくちょくやってたみたいな、らしいのよ。だから、結局、その、ポリバレント性がすごくある選手なんで、結構やっぱこう、いい感じにこのうまく、ね、一人、チームに欲しいっていう選手ですよね。そう、確実にでもやっぱタイプとしては、河野の嫁なんだよね。河野をやっぱやってる役割を結構、彼に結構期待してるっていう部分たくさんあると思います。だから、ボランチで期待を考えてると思うんだけど、そう。まあもちろん、こうよりは上手くない。ですけど、飛び出しのセンスはすごく高くて、大宮戦のゴールとかすごく良かったです。本当にスペース見つけてそこに飛び出す力、次どこにボールが来るかっていうのを予測する力がすごくあるので、やっぱセンスあるなっていう感じで、で、いわきっていうのはちょっとやっぱ渋いよね。いわきから取るっていうのはね、ちゃんとこの経営、お金も結構安く取れるところから取ったっていう感じはするし、あと結構やっぱフィジカル的なフィットネスの部分はいいわけや、さっき言ったようにしんどいからちゃんとやってるので、まあそこも結構加味してっていう感じで、いいわけ結構今シーズンかなり抜かれてますんで、そんな同じ理由で。まあ結構やっぱ俺らがやっぱ知らんところが見てんだと思うよ、プロは。だからそのフィットネスの部分だったり、スピード、フィジカル、で、あといろんなデータね。絶対プロは見てるので、そこをまあいろいろ加味しての、だからこの、すげえ面白いなと思った、この、チョイス。他にも多分、いっぱい選手はいたと思うんだよ、ボランチ。でも彼なんですよ。だからここがすごく面白いですよね。ただね、まあちょっと彼の、まあ癖というか、まあその、シーズン前半だけでイエロー6枚食らったということで、去年。でもまあまあ6枚は結構多いから、シーズン前半戦だけでですよ。だからこれはプレイスタイルも影響したんだろうし、いわきのチーム事情も影響したんだろうけど、ちょっと多いので、そこがどう改善できるかっていうのは結構、あれなのと、ただまあ42試合出てて、41試合。要はこの出場停止以外全部出てるわけですので、そう、後半と前半戦でそのシーズンのね、いわきがサッカーを変えても結局これは続いたということですので、まあ彼の自身の能力はすごく高いんだろうなと思います。はい。っていう感じで、まあ宮本面白いね。センスあるなと思いますね。はい。じゃあ次はですね、ゴールキーパー、吉光選手いきますか。はい。よいしょ。吉水選手ですね。レノファ山口からの、まあ、完全移籍というか、まあ、契約満了からのフリー移籍なので、完全移籍ともちょっと違うんですけど。はい。で、30歳、187センチ公式記録の、人、ゴールキーパーらしい。で、去年は8試合に先発していましたという感じですね。で、まあ、レノファっていうのがちょっとやっぱ肝なんだよね。なんかその、で、契約満了になってるっていうのが結構、
なんかすごくこうチーム思いというかチームへのこの理解、チーム活動の理解がすごく高い選手なのかなと思ってたんだけど、フリーになったってことはやっぱりレノファ側もなんかいろいろ意図はあったんでしょうし、逆に吉光側もいろいろ意図はあったんやろうなっていう感じはすごくするんですよ。だからその俺大宮じゃねえや、レノファ山口結構来シーズンきついと思ってて、あ今シーズンか監督変えすぎっていうのがあるのと、まあもともとこの結構きついクラブだっていうその予算上の脆弱さみたいなのもあるんですけど、まあ、それも踏まえつつ、やっぱりそのクラブのこの哲学としてちょっとこうあのなんかいい監督が来ない来づらい、現状とかそれをすごく感じるので、雰囲気もそう、あと現場とこのフロントのこの帰りみたいなのもすごくなんとなくちょくちょく感じたりするクラブであるんで、怪しいなと思ってるんで、まあ、来シーズンはちょっときついんじゃないかなと俺は思ってますけど、まだそういったこの理論もあったのかもしれないなって思ってます。で、まあ、ただ吉光選手だけに関してのプレー、まあ、去年も一応試合出てて、まあ、シーズンっていうか、レノファ山口自体ずっとそんなに出れてたわけじゃないらしいのよ。ずっとこう、正守護神の座は結構こう、ふらふらしてたっていう感じらしくて、で、ただ去年は出ていて、去年は7節から14節の試合に出場していて、で秋田戦はクリーンシートをしたんですけども、ただその後ですよね、全て失点しているという感じで、まあ、もちろんこれレノファ自体がすごくひどかったのこの時期、あの結構守備くちゃくちゃだったし、ビルドアップも結構適当だったんだよね、覚えてるわ。なんだっけ、なんか味方が広がってないまま急に始めたりとかそう、なんかコミュニケーションちゃんと取れてない感じもしたので、でもそこもすごく感じましたね、レノファは。そう、まあその煽りを受けてちょっと使われなくなってしまったという感じ。まあ怪我とかもあったのかな、わかんないけどね。ちょっと使われなくなってしまって。まあでも、彼自身としてはセーブ、できるし、あと、まあもちろん足元もめちゃくちゃ高いです。蹴り分けることもできますね。高い人とサイドバックに対して、ちょっと早めのボールをこう蹴り分けることもできるので、足元ももちろんある。キーパーではあります。まあ、もちろんね、小島っていう化け物がいますので、アルベクス新潟には。まあ、あの人はちょっとね、化け物なんでね、ちょっと企画対象もちょっとならんぐらい。なんかもう異次元でやばいから、小島は。まあ、小島ほどじゃないけどもちろん、足元もちゃんとあるというキーパーです。はい。っていう感じですね。まあもちろんその安倍ちゃんとのこう競り合いになるのかなと思った。はい。そしたらじゃああと2人ですね。サガン鳥栖のエースを獲得という感じです。小野裕二、獲得しました。はい。小野裕二選手。いい写真だな、これ。俺この写真好きよ。なんかゴリラ味もちょっとあるな。はい。まあ、有名ですよね。小野裕二といえば。まあ、別にそう、今更俺が言うほどのことでもないというか。まあ、前もね、ちょっとね、生配信で話したしね。まあ、ほんと去年多大なるお世話になったストライカーですよね。アルビは2発やられてますからね、去年彼に。はい。で、まあ、海外経験もあるし、今年も30超えてということで、まあ、ただ、怪我の影響もちょっとあって、まあ、いろいろこう苦労してるっていう、苦労人でもあるという感じの選手ですね。で、もう彼のプレーはね、やっぱサッカーセンスがすごく感じるよね。もちろんトップ下もしくはセンターフォワードのプレイヤーなんですけど、まあ、基本何でもできるですね。まあ、サイズはそんなにあるわけではないんですが、やっぱりこう降りてきて、この、味方のこのビルドアップの助けをするだったりとか、まあ、鈴木浩二味のある、すごくある選手ですよね。で、なおかつ鈴木浩二ほど、多分そのサイズとかはないんでしょうけども、まあ、その、小野がセンターフォワードに入ることによって、かなりこの、なんかこう、あれですよね、なんかその、まあ、イメージがすごくつきやすい選手、な、かな感じ。まあ、機能するだろうなっていうのは、すごくイメージつきやすい、選手ですね。まあ、鈴木浩二見なことができる。で、ライバルからの獲得っていうのは結構意味あるわけよ。で、このサガン鳥栖っていうのは、やっぱ順位も近いし、予算規模的にも結構似てるというチームなんですが、そこからエースを引き抜くっていうのはまたこれはちょっとね、2なんですよね。なんかゼルビアっぽいやり方ですよね。そう。で、あとなおかつ去年のデータで素晴らしかったのがシュート決定率です。はい。去年自体はシュート数はそんな多く打ってない。35本しか打ってないんですけど、ただ決定率が素晴らしい。決定率 25%。35本打って 25%。これ相当高いです。20% 超えると結構高い、部類に入って、すごいなって部類に入ってくるんですけども、25% あります。4本打って1本決めてるっていう感じ。で、アルベックス新潟の弱点は本当ここだったの、去年。ストライカーに足りなかったの。ナンバーワンは去年は太田で、太田は、まあ、ただ、ストライカーじゃなくてサイドアタッカーなんでね、まあ、あんまり、
直接な比較対象にはならないんですが、太田で15本打って決定率 21% だったのね、うん、だから35本も打ってないから、もしかしてこの数字は増減する可能性はあるんですけどね。ただその次が伊藤亮太郎だったの。そうだ、伊藤亮太郎がいなくなったことは実はでかかったんですよ、うん、まあ、もちろん彼がいなくなった後も結果は出たけど、伊藤亮太郎がいなくなったことによって決定力は確実に減ったと俺は思ってる、うん、で、あと鈴木に関しては 17% だったかな、確か鈴木浩二は 17%、まあ、もしくは 11% みたいなデータもあったはず、確かちょっとどっちか忘れちゃった、ごめん。で、谷口は 7%、 そして小見に関しては 2% ということで、そう、だからこの決定力、うん、本当にここがね、本当に足りなかったわけよ、去年。マジでここだったの。うん、まあ、鈴木浩二は俺はそれでもすごかったと思う、去年。よくやってくれたと思ってるけど、やっぱ、J1 のストライカーっていうのは、そういうことじゃないから、そう。に、ちゃんといい補強できたかなっていう感じです。はい。まあ多分、アルビーに入ると、もっと多分、サガン、トスよりも多分、チャンス増えると思うので、そう。まあ、もっと量産するかもしれないですよね。はい。という感じで、あとは、まあ彼のね、いいのはリーダーシップだよね。メンタル面も非常に優れていると、キャプテン務めるぐらいだし。言葉にかなりパワーがある。ああ、そこも部分でもすごく大事。だから、こうの、いなくなったところを、まあ、おのが、このリーダーシップ埋めてくれるっていうのも、かなり期待できる。ところですね。はい。じゃあ、最後ですね。最後は、長谷川、いきますか。長谷川元木。サプライズでした。この写真めちゃくちゃかっこいいよな。さっきと同じだ。俺が隣にいるからこそ引き立つ。金欲しい。はい。そして、ヴァンフォーレ甲府のエース、最後です。長谷川元樹くん取りましたと。はい。まあ、端的に言うと、まあ、伊藤亮太郎ですね。伊藤亮太みたいなタイプですね。身長はね、177って一応公式あるけど、177は多分ないと思うよ。おそらくね。多分そんなないと思う。うん、なぜなら、俺は現地で見てるし、ACL、現地で見てるし、うん、そう。それもある。結構近くで見たんで、いろんな意味で。はい。元木くん、いやーすごかったね。うん、もう忘れられないですね、あの試合はね。で、あと、まあ、ここはやっぱこう長倉のライバルになるだろうなと思いますけどね。長倉ポジションで被るのは長倉、高木義明、あたりなのか。あと多分その若いこう石山くんとかも、石山くんはでボランチなのか、うん、とかなのかなっていう感じですかね。でも本当にサッカーセンスの塊ですね。何でもできるね。本当彼。そう。まあ、長倉もすごいんだけど、長倉とそれ同等以上にすごいのが多分長谷川かなと。まあ、違いは長倉の強さに強めやっぱフィジカルですよね。長倉も確実に多分長谷川よりはフィジカル強いと思うよ。うん、長谷川も強いと思うんだけど、長倉はやっぱ結構ゴリゴリ自分でもいけるし、ヘディングとかもできるんで、彼。そこがね、すごいんですよね。だから、高木義明は結構、これでかなり立場が怪しいですよね。きつい。うん、すごく感じますね。うん。高木義明は高木義明しかできないこともあるんだけど、もちろん。はい。で、左もできるんです。で、多分左で使われるんでしょうね、おそらく、最初は。なんですけど、やっぱドリブラーではないんで、派手なプレーはもちろんあるんですけど、それ、伊藤亮太郎ほど派手なプレーは多くないかなという感じです。まあ、結構堅実というか、うん。まあ、伊藤亮太郎はちょっと異次元だったってのあるんですけど。うん。まあ、でもそれ以上にやっぱね、俺はすげえ彼の良さだと思うのが走れることなのよ。マジで走りの質がすごく高い。で、彼はやっぱりこの守備がすごく上手なのよ。ここ結構ポイントで。まあ、新潟って結構守備すごくしっかりしてるチームなんだけど、まあ、確実に彼によって、またちょっと一個レベル上がるかなと思うのが、まあ、そもそも走力がまずあるっていうのね。走る量がかなりあるっていうのと、スタミナタイプがあるタイプですよ。で、なおかつ、走り方。中切りながら外だったりとか、外切りながら中、まあ、いろんなこの、外の誘導。で、後ろ見ながら、今行っていいのか悪いのかみたいなと、すごく判断もできるし、裏走られたらそこついていくこともできる。だから、ここはやっぱ甲府味を感じるよね。甲府でかなり鍛えられたところだ、ではあると思う。甲府はそういうサッカーしてたからね、守備。うん。で、彼のところでかなり守備で助けて、タックルとか結構するし、スライディングタックル。まあ、なんか王子様気質かと思いきや、全然そんなことはなくて、かなりローを惜しまないタイプなんですよ。だから、すごくね、いいんですね、長谷川元樹は。うん。だから、J1 でも結構やっぱ通用すると俺は思ってる。はい。っていう感じなんで、まあ、長谷川元樹は素晴らしいな、という感
じ。まあ多分おそらくスタメンだろうなとは思います。はい。ヴァンフォーレ甲府ね、ACL のグループリーグ突破したのにここから取れるっていうのは、やっぱり J1 にいることの大きさをすごく感じますよね。はい。まあ、甲府にはちょっと申し訳ないけど。はい、以上です。はい、じゃあコメント読ませてもらっては、あ、その前にちょっとね、今回の移籍、ちょっとまとめると、やっぱりね、移籍の、軽くまとめをすると、まあ、これでこの新加入選手の話は以上なんですが、まあ、やっぱりこの夏にまたこの欧州移籍だったりとか、売るっていうのを、まあ、やっぱ狙ってるんだろうなっていう補強な気はしましたよね。やっぱ若い子多いし、復帰組多いのと、あと、やっぱりこの、下部組織からの引き上げだったりとかもあったし、まあ、いい選手はそれはいるっていうことなんで、結果論かもしれませんが、やっぱ移籍はやっぱ狙ってると思うよ。だからその去年の伊藤亮太郎的なムーブは多分あるんだろうなっていう感じ。多分オファー来たら多分出すんじゃないかなと思う。だから去年みたいなことは多分起こる可能性はあります。はい。あと、結構この名前にこだわらず、いろんなこのデータとか内容だったりとか、あとはメンタリティ、人となりをかなりちゃんと見て決めてるんだろうなっていう印象がすごくありますかね。そして、最後のポイントとしては、やっぱ高木義明のことですよね。結局、今回の移籍、かなり高木義明とポジションを被る選手が多く入ってると言いますか、まあ、なんつったらいいかな、まあ、結果的に入ったっていう感じでも、もちろんね、あるとは思うんですけど、やっぱり、まあ、彼も結局もう31なんでね、今年32の年になると、いうことで、やっぱこの世代交代をかなり進めようとしているのかなっていう感じはしますよね。見てる感じだとね。それを俺はすごく感じたね、この感覚。めちゃくちゃありますね、この感覚。だあと、去年やっぱり見てたけど、かなりこの、ロスト、ボールロスト、そしてこの足が届かないとか、その身体能力的に結構きついっていうのが結構わかる、シーンも多かったのよ。これは、アルビーサポは愛が深すぎるから、高木義明への。から言えないし言わないんだろうけど、感じてても。俺はそう、アルビサポではないから感じるのよ。で、直接言えるんだけど、やっぱ高木義明でもきついところたくさんあったね。すごく感じました。本当に。いやー、ここちょっとやっぱ届かないかとか、やっぱあったもんね。めっちゃ多かったんで、しかもそんなに頻度、まあもちろんね、結果出したからね、彼はすごいんだけど、俺もやっぱ見に行った試合で結果出してくれたので、湘南戦だったか、夏、放心状態に陥らせられたっていうのはあるんだけど、まあでもやっぱり結構きついところ感じだからね。はい。という感じでしょうか。まあ、そんな感じなんで、やっぱ、高木義明ももちろんこの大事だよ、大事だし、めちゃくちゃいい選手だし、今年も全然出場機会全然あると思います。助けられる、彼の力が必要になるところもたくさんあるんでしょう。ただ、やっぱ彼だけだとダメだっていう、彼のやっぱこう、花道、彼がやっぱこの、いなくなる時もやっぱあるから、その準備をかなりしてるんだろうなっていう、今回の冬の移籍でもあったかなと思いますね。はい、という感じになりました。じゃあ最後コメントを読ませてもらって終わります。結構長いこと話してしまったので、ね、読んでほしいやつは、スパチャでも何でもしてください。はい。まあでもまあ、こんな感じですよ。まあでもいい補強になったと思うぞ。ちょっとセンターバック、サイドバック、もうちょっと欲しいけどね。センターバックかな、特に。もうちょっと欲しいかなと思ったりするけど。まあまあ、でも大丈夫でしょう。あっち。もう新潟何度か知らんけど、こっち全然半袖やからな。こっちだって日中にメーター28度くらいありますからね。半袖短パンですよ、今。あ、センターバック来年入団が決まってる稲村選手。稲村選手ってことは、あれか。特別指定か。だから試合は出れるんか。そうなんだよな、友直さん。これなんよな。こうがいなくなった理由はこれなんだよ。ゴール裏のミント結構コミュニケーション、そうそうそう。堀米がいないとき。これはな、やっぱな、暑かったんだよな。俺もわかるわ。あとは、リータ選手は、昨日の
試合で得点していた。へえ、そうなんだ。すごいね。サイドバックでフリーキックかなんかやったってこと。すごいね。たくみ、たくみ頑張れマジで。いやもうほんとこれよ、たくみ頑張れマジで。俺のたくみが、はい。小野裕二獲得は2度見どころが4度見5度見した。え ?1、2、3、4 見れてるちゃんとそれ。どうやって見んのそれ。ちゃんと見れてます。でも視野広くていいよ。めちゃくちゃいいよ。あとは、あ、吉光は怪我で長期離脱か。なるほどね。あとは、町田、黒田さんのチャカチャカサッカー批判を覆す。あれ、批判と批判しとったん？全然わかんないんだけど。なんか記事読んでねえんだけど、あれ、なんつってたの？後でまたちょっと読んでみます。はい。あ、いいね。力蔵さんについて一言。力蔵さんについて、いや、もう全然、大好き。何故か告白になったけど、今。いや、今年も健康で、健康でいていただいて、もうほんと長くやってほしいけどな。彼だから来てる選手もいるだろうから。もちろん彼も弱点はあるからな。彼も弱点はやっぱみんなで補強してっていう感じでもありますけどね。まあ、でもあとはやっぱあれだかな。長谷川匠を干さないでほしい。はい。以上です。ご視聴いただきましてありがとうございました。俺の匠は絶対に大丈夫だ。俺は信じている。はい、じゃあ、またね、お疲れ様でした。今回はよろしく、ありがとうございました。明日か明後日には、アルビレックス新潟のちょっと新スカット組んでみた動画を出したいなと思います。いろんなフォーメーション使ってみたりとか、このフォーメーションもしかしたらあり得るかもみたいな、ちょっと夢が膨らむ、妄想が膨らむ配信になっております。配信というか、動画になりますので、よろしくお願いします。はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。おやすみ。じゃあね。ありがとうございました。